旅行代パーです。大変です。はい、急いで伝えに行きます。皆さんこんにちは、尾崎彩子です。なんですけど言いたいことがあるんで、はい、皆さん、緊急で動画回してるんですけども、はい、そう、これが言いたかったんですって。緊急で動画回してるっていうセリフ本当に緊急だよ、もう最悪。緊急では回した方がいいよ。まあ、本当に緊急事態なので、我が家に何があったかここからご覧ください。ナッツが休館した時より辛いかもしれない。次待ち、ジェットキッズ大活躍だね。これがあれば本当に抱っこしてを皆無、抱っこしてが皆無になりました。ジェットキッズ様々、待ち、列待ち中無理だった、お腹空いちゃったんだよね。ご飯あげております。すごい赤ちゃんずれって感じで、バタバタが。多分これ、この人の爆食いスピードならね、余裕であそこに着くまでに食べ終わる。子連れ海外の荷物の量、これ機内用のバッグ、機内用のバッグに、まあ、子供たちリュック1個ずつ、ジェットキッズも1つずつに、これケン君のリュックで、スーツケースは3つ、特大3つです。子連れの旅行は荷物が多くて大変すぎます。ちょっとなんか何気に便利、フラットにしてここテーブルみたいにしてます。もうなんかとりあえず途中で怒って食べなくなったのと、スプーンを叩き落とされたおかげで途中ズボンが早速やられました。拭いた後こうなるよ。満足いただけましたか？ご満足いただけましたか先生？ちょっと機嫌悪い。ん？どうですか？あ、遊びたいんだよね多分ね。あんま手に持ってるもんね、暇なんだよね。動くよ。ケン君が今ちょっと Wi-Fi 取りに行ってるから、ステージ全部動かさなきゃいけない。で、こいつがめちゃくちゃ暴れていると今。この体勢がいいという。普通に抱っこしてると飛び降りようとする。大変。どうしてですか？一個だけよ。やばい、汗だく。この列並んでるだけで超汗だくなって。大変です。息子のパスポートの期限が近いということでシンガポール行けませんでした。泣きそう。辛すぎる。すべてのシンガポールの旅行代パーです。パーになった上に、私はどうしても執念深い女なので、このまんま成田空港から家に帰るのは無理ということで違う国に行こうとしています。ちょっと調べます。今調べてます。どこ行くか、意地でもどこかに行きたい。カナダ、カナダしか行けないかも。はいはいはい、その残存期間が6ヶ月ないと乗れもしないです。はい、ありがとうございます。失礼いたします。はい、オーストラリアには行けません。はい、 OK です。次違うとこ行こう。はい、どこ行こう。すごいコロコロ行く国変えてます。どうしようかなと言って、カナダは今から行ったら家族で百何十万とかで、イギリスも200万ぐらいすると、航空券だけで、まあ無理ですよねっていう感じなので、いろいろ、パスポートの残存期間が平気な国を調べていろいろ見てるんですけど、唯一行けそうなのがアメリカ。今からアメリカについて調べます。こうして私たちがね調べてる間に、子供たちはずっとここで遊んでます。空港にこういう場所あって、やった、ハワイなら行ける。急いで伝えに行きます。マジでジップエア神。この間もやるのでジップエアさん乗らせてもらいましたけど、神ですねジップエアは。ジップエア様は明日ハワイ行こう、決定。明日からハワイ行きます。はい、聞いてきました。ハワイ行けます。今日明日、イエーイ。もともと有効期限を確認した。関係ないって。今日行きたい。今日はもう満席、明日行こう。もう大変、てんやわんやですけど、もうこういう遊び場でずっと子供たちが遊んでてくれるので助かります。こうしてる間に明日のハワイ期間埋まっちゃいました。というわけで明後日から行きます。ショックだけど、まあ行けるだけいいか。まあいいや、君たち一応ハワイ初めてだしね。まあいいか。
明日も行けなくなっちゃって、明後日2回寝たら行ける。でもキャンセルのさ、あれさ、あ、撮ってる、あのトラブルですけど、うん、どうでした？ん？ハワイ行くことになりました、明後日から突然、ね、慣れたもんだね。慣れてねえよこんなトラブル初めてだよこんなトラブル、爪が甘すぎて、まあね、こんなトラブル初めて。パスポートの有効期限がね、皆さんお気をつけください。パスポートの有効期限、私たちみたいなバカな夫婦ですとね、それが締め切りだと思ってて、ね、有効期限がいければいけるだろうと思ったんですけど、国によっては全然いけないです、うん、6ヶ月ぐらい有効期限が残ってないといけない国の方が多いです。気をつけてください。ただアメリカだけはいけます。ためになったね、ためになったねというわけで、明日の便も取れなかったので明後日からハワイに行きます。イエーイ、大変だ。旅行料金は倍です。本日のおさ YouTube はもう本当に最悪なトラブルでしたが、これもねいい勉強になった、動画のネタになったということにして、良かった思い出にしたいです。よくないよ全然、旅行料金倍かかってんだ、もうキャンセルできないよ。これを持って一回家に帰ります。もうパッキング動画でも撮ろうかな帰って。はあ、一気に疲れた。というわけでですね、今から家に帰ります。ちょっと本当にドタバタすぎてしっかりいろんなことが確認できてなかったな。あ、帰ってきた、ありがとう。今、はい、夫がね、あの借りたばかりの Wi-Fi を返してきました。いや、え、閉まってたあ、もう最悪だね。だからコンビニで返却した方が安いらしい。何から何までもう本当に最悪です。え、それさ、全部全額払うんだよねやっぱり。うん、もちろん、あWi-Fi 代ですら恵みのない。海外保険も Wi-Fi も旅行代金で、あ、下にサングラス落としてたよこの人。もう全部払うことになりました。イエーイ。絶対シンガポール行ってやる今度なんかね、よりね、行きたくなって絶対行ってやるって思っちゃう。でかい、ちょっとみんなベルトして、よし、家に帰ります。ここ最近あれだね、トラブル続きだ。役としたから、それ後役で、俺は2人後役だもん。後役後役で俺お払い行った、私のせいで。お払い行った方がいいよね、陰性証明ね。この間のロスも証明書の取るのをミスってね、延泊してしまって役年のせいにしたけど、うちらの爪が甘いだけじゃない、結果役年同行って何かのせいにしたら気持ちが楽になると。甘い2人だからじゃないの、爪は甘いか、まあな、普段そう甘くないと思うんだけど、まあ、でも子供のせいにしてるわけでもないんですけど、子供がいると細かい確認作業を怠るよね、まあ、2人今までほら2人分のさ確認でよかったけどさ、これがほら5人家族だったら5人分確認しないといけないから、5人分全員に渡航に関してのミスがないかっていう。しかも今回ね、こういう時期だからさ、それ以外の接種証明とかはちゃんと調べてたけどさ、パスポートの残存期間はちょっとマジで知らなかったね。知ってた、聞いたことあった、あそこまで、なんていうの、半年とかね、必要っていうのはね、そこまで知らなかった。考えたこともなかったよね、本当にこれはマジで本当に見落としがちだと思う。というわけで、子供のパスポートの残存期間有効期限が来月までだということで、シンガポールは6ヶ月必要でした。国によって違うので本当に皆さん気をつけてください。私は今日1日で多分2キロぐらいは痩せたんじゃないかなと思っておりますまあハワイに行けるということで、精神的なダメージはもうほぼほぼ軽くなってるんですけど、まあ、あのリアルな金銭面のダメージですかね。金銭面のダメージ、金銭面のダメージですかね、まあ、精神面のダメージ、金銭ダメージ、ダブルパンチだよ、まあ、イコールですからね。金銭面のダメージってイコール精神面のダメージにきますから、まあ、まあちょっとでもそれでも楽しさを取ろうと思い出を取りました、私たち。というわけでシンガポール動画、改めハワイ動画をこれからお送りすると思います。はい、切り替えましょう。はい、切り替えていきましょう。ちょっともう家帰ってビール飲みますわ。それでは本日のおさやちもこれで終わりにします。それでは皆さんバイバイ